マッスル株式会社ははしごを上り下りする人型ロボットを2011国際ロボット展に出展しました。このロボットは昨年開催された上海万博のために大阪の中小企業の技術を結集して製作されたものです。これはですね、非常に短期間で作ったんですね。結果的には3ヶ月で設計からですね、完成まで持っていったんです。で、普通はね、こういうプロジェクトでしたら大体もう2年ぐらいかかるのが普通だと言われてるんですけども、驚異的なスピードでやったんですね。で、それのためにですね、私もその役目をどうしたらいいかといろいろ考えまして、まあ、私の仲間でやりましょうということで、合計15社の方にですね、協力をしていただきました。ロボットのコア技術として関節の部分に使われているのが、マッスル株式会社の一体型 AC サーボシステム、クールマッスル2です。クールマッスル2はモーター、ドライバー、エンコーダー、コントローラーと電源ユニット、PLC 機能のすべてを内蔵することによって、非常にコンパクトなシステムを可能としています。ロボットを浮いたりするのはモーターが5個しか作用してないんですね。だから両肩に2つ、それから足の付け根に2つですね。で、腰の回転に1つですね。で、この5つでやってるんですね。で、例えばですね、こういうふうにぶら下がってて、そこから次のステップへ行く場合はですね、まずは手を少し上げるんですね。で、腰を回転さすんです。それで手をまた上げて、また腰を戻して手を引っ掛ける。で、引っ掛けたらパイプを掴んだというその力がですね、モーターの中に伝わってきますので、そうするとこのモーターはですね、このちゃんと掴んだから次は左手を上げなさいということを次のモーターに指示するんですね。そういうふうにモーターが会話をしながら次々とモーションしています。ロボットのデザインはシャープ、アクオスなどを手掛ける工業デザイナー北俊幸氏によるもので、総合プロデューサーは坂井谷太一氏が務めました。万博ではですね、これすごく人気が出まして、人気が出た理由はですね、実はそのパビリオンの中に入るのにもう長蛇の列やったんですね。まあ、5時間6時間待たないと中に入れない。ところがですね、このロボットは建物の外にあるんですね。壁に登ってるわけです。そうするとね、入れない人がみんなこのロボットの前に来たんです。それですごくそのために日本産業界が人気が出まして、まあ、目標よりかなり上回る集客ができたんですね。まあ、そういうことでパビリオンの方に言わしますとね、写真が1億枚以上撮られてるだろうって言われてます。